はい、今11時、10分ですね。先ほど、60センチぐらいのすごい砲棒が流れましたんで、今日はこれで終わります。今日は砲棒が2つ、しかもこれまで最大の砲棒ですね、60センチという砲棒を入れました。こいつですな、こいつすごいわ、見てるだけで本当化け物だ、これですよ、このね、大砲棒を釣りました。すごいね、これね、大砲棒だよ、本当にこんな、こんなでかいやつが食いましたね。こんなでかいやつが食いました。それで今日はもうこれで終わりますね。これから漕いで帰ります。風も収まりました、冬場のカノーフィッシングはまあ少し寒いけども、しかし北風なんで、北風が、やむと結構ですね、海上は暖かいですね。海上は暖かいし、今日はポカポカ陽気で非常にいい釣りになりました。今日は久しぶりに沖の方でやりましたね。この、真正面が、マリーナですが、逗子マリーナですが、だいたい逗子マリーナの沖合は、リア場で藻が生えています。それがだいたい500メーターまでは藻がこう生えてて、魚の産卵場所ですね。でその沖はだいたい砂地になってますね。場所あたりは砂地です。砲棒の場合はだから砂地に、を回遊してますね。砲棒もね、キスもだから、この砲棒を釣った場所は逗子マリーナからだいたいこの沖合に、2キロぐらいかな、水深も3、40メートルのところと思いますが、そこで、コマセの、オキアミのコマセオで、5本針下の方に、青磯の餌をつけていましたが、これに食いました。結構この冬場はこの相模湾鎌倉沖は砲棒がよく釣れますね。砲棒がたくさん釣れます。キスはあまり釣れない。他の明日からは、2月からは、メバルが解禁になりますが、メバルの場合も結構3月末の方がよく釣れます。まあ、メバルの場合はこの鎌倉、逗子、葉山の、それから秋谷の海岸近辺の岩場を、狙ってやりますね。物入った場所を、狙ってイワシで、イワシメバルを釣るという方法でやってますが、まあ、イワシでなくても五貝でも青磯でも何でも食います。メバルはもうこれ一気に持ち込みますから非常に面白い釣りですが、このカヌーに向いてますよね。カヌーで、そっと近づいて、メバルはナギに釣れと、風のないあまりこの、穏やかな日がですね、周りには向いてますね。今日は本当に最高の釣りができました。こちらがね、今江ノ島、富士山があそこに霞んでますね。そっぷり霞んでます。でこちらの方が美濃村ヶ崎、それと外国だと、ちょうどですね、北風も今日はそんなに吹いてもね、明日明後日はもっと上がるらしいですが、まあ、今日は最高の釣りでした。どうもさかなクン、ありがとう。